ジェラール・ラトルチュは、元国際連合職員、ハイチの外相、首相。1988年にセレスタン政権で外務大臣を務めた。退任後は、マイアミで経営コンサルタントをしていたが、2004年2月に、ジャンベルト・ラン・アリスティド大統領が追放されると、県人会議によって、暫定の新首相に据えられた。ラトルチュの政権は、 アメリカが衆国、カナダ、欧州連合に承認されたが、キューバ、セントクリストファー・ネービス、ジャマイカ、ベネズエラ、アフリカ連合には承認されなかった。グループ184などのエリートはクーデタ及び、ラトルチュ政権を強く支持し、ラバラの家族支持者とみなされたシテソレイなどの住民を、国連配置安定化派遣団と協力し弾圧した。旧軍出身者による暴力も、 アリスティド支持者の若者によるギャング、シメールのものとされ、前首相のイボン・ネプチーヌや、ジェラール・ジャン・ジュスト、ロナルド・ドーファンなどを政治的に拘束した。アムネスティ・インターナショナル、全米法律カギルド、マイアミ大学法科大学院などによる調査も行われ、ハイチ警察の死の部隊による虐殺が報告された。ラジオ記者のアブリアス・ジャンが殺害され、AP のジャン・リスティル、 パシフィカラジオのケビン・ピナラが投獄された。2006年、ルネ・プレバルは公認の首相にジャック・エド・アル・アレク氏を選んだ。ラトルチュはフランコフォーニー国際機関の選挙監視団長となり、当後の国会議員選挙に派遣された。ありがとうございます。